うわ遠い、遠すぎる、ど真ん中来ちゃった、ど真ん中来ちゃった、君したらこの辺に来て、ど真ん中来ちゃった、この辺、この辺いいか、少し下げようね、これで少し下に下げるよ、はいはい、こら少し下下げる、下げる、ほら下げる、あれお、なんだジャイロ効かないぞ、なんで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 、ほらまたおかしなこと始まった、こういう時はね、こういう時はね、あれ調べるの、 Wi-Fi 設定から低干渉だよ、低干渉、ボロクソに悪くない、見えない見えない、低干渉、ボロクソに悪くはなってない、あれ効かないな、なんでジョイスティックが効かない、どうしたどうした、なんで、有効にしたよ、またなんかおかしなことやったか、俺スタンバイじゃないよね、スタンバイじゃここ来ないんだよね、ほらまたバグってんだよ、なんかこういう時また入れ直さなきゃダメね、おかしいなと思ったら起動し直してください、ダメだからこの子本当に、変だなと思ったら起動し直しちゃうこと、切っちゃう、もう一度、はい、これでもう一回ジョイスティックオンにして、ブルって来ないな、ブルって来ないね、ってことはまたおかしなことになってんだよ、もう一回全部レブナイも切っちゃってください、でこいつも切っちゃってください、全部オフ、もう一回始めから起動しました、今度レイブンないから入れる、レイブンない起動でスイッチオン、よいしょ、勝手に繋がらないといけないのこれ、繋がりません、繋がりません、やはりどっかおかしい、何かおかしい、あ来た来た来た、来ました、時間がかかってる、はい、あ、聞かない、ダメ、どっかちゃんと刺さってないとか、いや刺さってるな、刺さってるね、うん、刺さってるね、何が悪いか、ムービーにした、ムービーにして、ああジョイスティック効かないよ、なんだこれ、これがわけわかんないね、本当に何が起こったの、何やってんのこれ、ちょっと何が起きたかちょっとわかんないね、あ、来た、何かちょっとでも引っかかりがあると動かないから、どこ見てる、この辺で、この辺で
うん、ちょうどいいね、これぐらいだと。これぐらいだとちょうどいいね。少し木漏れ日当たって顔に来ればフォーカスきますから。君取れてる、ずれてる、少し見えないんだ。これで両方入るね。ギリギリだな。もうちょい下げないとダメか。今何で撮ってたっけ、忘れた。これぐらい、はい。そしたらどうしようか、先にキャプチャー入れようか。キャプチャースタートするよ。キャプチャー、キャプチャー、はい、 OK、 キャプチャー、 OK、 キャプチャー。キャプチャー入りました。そしたらこっちスタートしようか。はあ、疲れるでしょ結構。ソニースタート。はい、ピッて言った今。この辺もね、いい加減でさ、音しない時とする時とあるんだよね。今全然聞こえなかった。こんだけ近いのに聞こえないんだよ。変でしょ、変でしょ。ただいまシャッター速度320、これでいいです。こんな調子でやってください。 ND フィルターつけようなんて思わない方がいい。つけるとフォーカス来なくなります。シャッターかフォーカスか、どっち。フォーカスでしょ。ピントが合ってないほどダメな映像はないでしょ。フィルター類バンバンつけちゃうと本当に全然動きませんから。何度もフィールドへ来て試してますが、ダメなものはダメです。本当に電波干渉の強いところでやっても何もうまくいきません。だからグリーンになってから、グリーンな場所でやること、それしか手がないです。こいつが 2.4 ギガしか使いませんから。5ギガが使えるんだったらば、おそらくどこででも大丈夫です。この日本では使えません。はっきり言って使えません。気をつけて行ってください。調子が悪い時は電波かなと疑ってください。うん、桜の木の下でスタンバイの映像です。少しその辺撮っちゃおうか、こいつで。おにーって桜しかないけど人があまりいないからさ。で、これを先に止める。はい、これね、これこれこれ、ソニーを止めます。ストップ、止めました、落としました。ただ今度こいつを止めます。キャプチャーオフ、オフ、はい止まりました。大変でしょ、結構大変でしょ。こいつただ持ってぶん回してる分にはね、そんなに大変なことはないんだよ。ただ横にモニターでもくっつけて、電波で飛ばさなくていいじゃない。でこれを切ります。はい、そしたら君もちょっと切るか、一旦ね、一旦切りましょう。ああ、どこ向いてる、どこ向いてる、斜めてる、斜めてる、斜めてるよ。はい、スタッフ。